早かな帰国や。10分遅れや。安全に早く行こう。ワープしたらあかんのかこれ。はあ、今日名義やった。次が何回言うとこあかん。名前忘れてけえ。とりあえずフェリー乗り場行きます。次が30番札所の何回言うとこ。ちょっとな、予定より10分遅れやね。10分遅れやね。どうしよう。なんか宝厳寺、宝厳寺、宝厳寺、まあ30番札所のそんなとこ、フェリー乗っていくとこ、フェリーじゃないな、汽船、観光汽船乗っていくとこ。通いかんな、10分遅れや。近江商人の街並み、なんじゃそりゃ。10分遅れやけど予定より、うん、間に合うかな。急げ、船乗られへんかったら行かれへんぞ。カーブ注意のただいまの気温19度。19度、今日はそんな集まれへんねんな。19度とかありえへん。これは全部麦か小麦かの茶色の小麦やんな。ただいまの気温18度。なんでこの多分ね、俺暑いと思って今日は熱中のジャケット着てきたのに。お、ここはアスファルトが綺麗。あと23キロ。13時40分弱。まあ余裕やろ。移動速度取り締まり路線って書いてあったな。どっかにオービスおんのかな。あ、2回目の警告を見っけ。移動速度取り締まり路線。あ、もうすぐあるんじゃん。あれか、こいつか。オービスといえばあれはうちの近所にあるオービスが昔ながらのカメラのでかいボックスみたいなやつからさっきみたいなやつにいつの間にか変わっとったわ。場所は変わらへんけど。あ、カーブ9位のやっぱり19度。今日は20度いけへんのかい。あと23キロ。お、13時39分着って1分半になった。滋賀は余裕やな。滋賀県って道はまっすぐやし信号は少ないしさ。 Google 先生が言う時間よりも早く着くことないのに、滋賀県走ると Google 先生の言う時間より早く着く。滋賀県の軽トラ頑張れ。お、琵琶湖や。今日風が強いな。めっちゃ風強いでこれ。お、1時になった。1時になんかよう分からへんけど、まあ、この道案内したんじゃん。なんか今さっき7分遅いとか出てきたで、ね、なんやねんそれ。なんやろ。止めてなんかおんのここ。どないかしたん？なんかゴトゴトンゴトゴトンってやってるけど。私にしてくるわ、ポーチがあなたのお尻に入るからどうにかできるんだな。これがここへ、ほんでなんかここゴソゴソするんか。おママってエッチやな人のお尻ばっかり触ってとか思っとったら。ただいまの気温19度。19度でメッシのジャケットはやっぱり寒いわ。なんでこんな混んでんねやろな。なんかさっきナビがおかしかったからな。ほんまこれが早かったんか。まあ、だけど26分。あと16キロ、13時35分着。お、5分早なった。ほんまあれやな。Google ナビよりも早く作って、初めの到着予測よりも早く作ってなかなかないんやけど、滋賀県はありえるわ。ゆっくり走ってんのにな。なんかやってんのこれ。ちょいちょいこうやって道端で止まってはるけど、これを左折、もう左も右も分かれへんわ。これ何を見てんのみんな。何をやってんのこれ。分かれへん。何が見えんの？バカでなんかやってんねやろな。なんやの君ら、聞いてみ。何が見えるんですかって。めっちゃ人おんで、カメラ持って。だけど何もないで。迷惑やで。あれか、あ、なんか飛行機飛んでるやんこれ。おおおお、なんかあれかこれ。じゃあこれこっちや。あれを見てるんかな、ブルーインパルスかなんかかこれ。まあ多分 GoPro には映ってないと思うけど、あの飛行機雲があっこで飛んでるのが。そうか、変態くんで、まあ、そんなんいいから。これ何よこの球体。それを見て通る球体かこれ。あ、飛んでる飛んでる。前のおっさん危ないでこれ。ほんま前のおっさん車を運転しながらスマホを持って一生懸命写真撮ってたわ。あんなやつがおるから事故すんねやろな。なんなんこの渋滞は。そもそもあれか、みんなスマホ片手に一生懸命撮ってるやん。もうそれを見て通るための渋滞なんかね。このおっさんもそうやん。おっさんかおばはんか知らんけども、よそ見しながら運転してる。あれやろ、うん、あれな。多分 GoPro には映ってないわ。もうあんな一気ぐらい落ちたらまた今日の晩ニュースになるのにそんなあれなこと言うたらあかんか、怒られるな。えらい問題ですな、落ちたら。うわ、なんかすごいすごいすごい。すごいすごいすごいって言うて見てる私がここにおんねんけど。五輪を描いてるんだこれ、ひょっとしたら。とんだイベントやってたんやな今日は。みんな休み運転は危ないよ。ただいまの気温18度、風強め、みんな飛行機に向き上でうわ、海じゃないわ、琵琶湖が荒れてるね。もうあかん、背中やわ、音だけ聞こえるわ。もう見たからええやろなんかパパ一生懸命見てるし、多分絶対なんかもう後ろ向いてるし、せいやもんやっぱり横向いてる、一生懸命あと10分、もうチャリだたちもチャリンコ止めて見てるやん。もうバイク乗ってんのハゲのドブのおっさんしかおれへんな。カーブ9、22度。お、ここへ来て22度やわ。で、すげえ。もうママめっちゃ見てるんちゃう。お、すげえ、こんなことして見てるとか思っとったんやけど。うん。もうママやりない方なんやな思って。お、むっちゃ見てんねそんな見たかったんやと思ってまあな、長浜琵琶湖大大仏、もうそこか、あと3分。ね、もうそこやねんけど、あと2分やで36分。いけるやろ。ママは一生懸命こうやって見えへんかったらもうちょっと早く着いたんやけどん、これをこれやな、これか、これをこっち、長浜港。こっちのこっちか、これこっちやな。観光船乗り場ね、ちゃうな。そういうことが、あっこ入れるやん、ほれ。ここ止めてええんちゃん。はい、到着。降りて。14時が最終便か。どんなお船やねん。水陸両用じゃんあれ。なあ。往復が3070円。晩飯食えるやん。70分かなんて向こうにおるのが。滞在時間がええ天気でよかったな。どうしたん、うん、多分な。もうこれで行くか泳いで行くかしかないもんな。パパのボート持ってきてもよかったかもしれないか。車でもだから。うん。勝手におろして走ってねやってる。これはあかんことはないやろ。まあ。だから自分で決める。だから赤の船出せるだよ。釣りもしてはるな、そら。出せるけどあげられへん。ね。出せるけどあげられへん。あげてるんちゃう？あれぐらいの段差やったら。長浜え、何がこっちやの？行きはこっち、帰りはこっち。あ、そうなん。ヒュなんちゃうの？あかんの？違うの？違うみたいな。あ、そうなん。そんなもん渡したら勝手にちぎりはるやろ。何分乗んねやろ。結構風が強いな。聞いてみ、何分乗るんですか？はい、ありがとうございます。何分ぐらい乗るんですか？30分ですね、片道。30分も乗るんやて。竹生島。なんていうところ行くんやった？30番の。なんていう名前やったっけ？俺の名前。あ、そうもこんなこと言ってたやろ。さっきじゃ長明寺やろ。宝厳寺やろ、覚えときや。どうする？前がええ、後ろがええ。寝れるんか。寝れそうやな。もう早いかな、30分もかかんの。分からへん、これいいねよな、配管店。そんなに枚で800円でございます。貴重品入ってなかったら置いてかれてもいいですよ。あ、持っていきます、はいはい。よいしょ。何だっけ、東権寺。いいじゃん。そうか、左側通行やった。いやしんどいや、休憩せんと、まあ、止まらないで行ってて難しいこと言われたら困るで。ねえしんどいやね。照明時よりもしんどいかもしれんな。よいしょよいしょ。あ、しんど。何でもしとかんと。あれやな、ここへ来るのが一番金かかってんな、うん、ここへ来るのが一番タコついたりでは。ボード持ってきたらよかった。こんだけかの教室で。お願いします。あ、お願いします。ありがとうございます。お方見た。ずっとここにおった。黄金に。いまだに分かりませんやったっけ。これが一番上やろ。写真撮るともう一つやね。もうここで終わりやろ。向こう降りれるんかと思ったら向こうなんもなかったやな。これが今改修中なんです。どこ行っても置いたんな。どこ行くの？うわ、茎が抜けた穴開いてる。皮だけ投げ。なんかここはピュンと投げたいみたいな。どないのそれ。せえへんけど。5番になってその横で180円で売ろうかあれ作って怒られる。もうあと見ること来ないんじゃん。まあドローン飛ばさないかもじゃん。すげえテレホンカードを売ってんの何年ぶりに見たやろ。15時50分。今何時？あ、ちょっと飛ばせるな。なんだろう、持ち上げたらいける。んな慌てんでもええじゃん。まだやろ、出発。なんかすごい、パパあかん子みたいに言わんでええじゃん。来るんが早いんじゃん。40分8やん。うん。10分前に撮ったやん。忘れ物ないか。まあまあ忘れ物ないか。いや聞いたらおえへんようになってるからさ、もうあれ。ご乗車いただきました。はい。何ママ持ってた？おおギリセーフや。ほんまにって言わんでもいいみたいな。どんべやった。